ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。おかしい、昨日の記憶がすっぽり抜け落ちて空白になってる。それは単に昨日霊夢が丸一日寝てたことにより生まれた空白期間だが、実は長い歴史を紡いできた地球史の中にも、そうした謎の空白期間というのは存在しているんだぜ。そうなの？しかも近年の研究で、その期間に一体何が起きていたのかという謎が徐々に解明されつつあるんだ。というわけで今回は、地球史に存在する空白の10億年に一体何が起きていたのかについて解説していくぞ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1、地球の歴史と空白期間。まずは地球の歴史と空白期間についてざっくり紹介していくぞ。地球の歴史についてはどの事象も諸説ある仮説の一つに過ぎないんだが、今回は比較的有力とされている仮説たちをピックアップして紹介していくぜ。あいあいさー。我々が暮らすこの地球はおよそ46億年前から45億5000万年前に誕生したとされているんだ。約5000万年の時間をかけ原始太陽の周辺を回っていたガスが集まって塵になり、塵が岩石の塊となり、それらが重力によって引き寄せられ衝突合体したことで巨大化し、原始地球が誕生したのだとされているぜ。目に見えない存在が地球の元になってるって、なんか神秘的よね。こうして爆誕した地球は当初頻繁に起きる隕石の衝突と、温室効果の高いヘリウムと水素からなる大気が原因で高温高圧となり、常にマグマと溶岩で地表が覆われている灼熱の星となっていたぜ。この時重たい鉄が深く沈み込み軽い岩石類が地表に集まったことで、地球の核やマントルといった基本構造が形成されたんだ。ドロッドロの中でも着々と地球になってるわ。そして数千万年の時が過ぎ、44億年頃になると隕石の衝突回数が減り、大気に含まれた軽い成分たちも太陽風により吹き飛ばされたことで地球表面の温度は徐々に低下し、マグマが冷え固まって地殻へと変化していったんだ。これにより最古の岩石鉱物が生まれると同時に、地球上では火山の噴火が活発になり、大量の二酸化炭素とアンモニア、水蒸気と少量の窒素等が大気中に放出されることとなったぜ。火山噴火ってそんな恩恵ももたらしてたんだ。そして40億年前になると低下した地表温度によって大気中の水蒸気が凝結し、初めての雨が地球に降り注ぐこととなるんだ。といってもこの時降った雨は気圧の関係で300度という非常に高温なものだったんだが、それでもマグマを固めるのには十分だったぜ。これによりさらに地球表面を覆っていたマグマは冷え固まっていき、地表温度は下がって雨が大量に降るという環境へと変化していったんだ。熱湯の雨でも当時の地球からすれば冷たかったのね。そうしたサイクルを繰り返すうちに徐々に地殻のくぼみに雨が溜まっていき、原始海洋が誕生したぜ。当初この海洋は100から200度という熱湯さながらの温度だった上、大気に含まれていた亜硫酸や塩酸が溶け込み酸性となっていたんだ。しかし陸地の金属イオンが雨と共に流れ込んだことで、徐々に中和されていったぜ。うおうおう、生命の受け入れ体制が整いつつあるよ。そして海が誕生したことで、同時期には原始生命が誕生したと考えられているんだ。さらに海水が海底下数キロメートルの深さに浸透し、マグマによって熱せられた岩に触れるようになったことで、熱水噴出孔が誕生したぜ。ここでは熱水と岩との間で様々な化学反応が生じ、メタンや有化物イオンなど生命活動のエネルギー源として利用できる多くの金属イオンが生まれることとなったんだ。これにより38億年前には化学物質を利用して生存する、全生物の祖先となるバクテリアや古細菌が誕生したとされているぜ。ふわあ、ついに生命が始まるわ。この細菌は酸素のない過酷な環境でも徐々に数を増やしていき、32億年前には突然変異によって光合成を可能とするシアノバクテリアへと進化していったんだ。そして光合成により生まれた酸素が大気中に存在していた大量のメタンと反応し、その量を減少させていったため、これまでメタンの化学反応によって生じる微粒子によって、赤く霞んでいた地球の空は徐々に青く澄み渡るようになっていったぜ。いや、誕生から10億年近く赤かったことに驚きを隠せないよ。その後シアノバクテリアは着々と光合成を繰り返し、地球の大気に酸素を放出し続けていたんだが、なんと27億年頃になると大量発生を起こし、大気中の二酸化炭素やメタンといった温室効果を持つ物質を激減させ、地球の気温をぐっと下げてしまうこととなるぜ。酸素ができてハッピーどころかどえらいことになっとる。これにより24億年前から最古の氷期が始まり、22億年前には地球全体が氷に覆われる全球凍結になってしまったとされているぜ。多くの生物はこの全球凍結で一度絶滅したが、火山活動のおかげで生き延びた一部の生物は、この状況を糧に酸素を効果的に利用した飛躍的な進化を遂げていったんだ。絶滅待ったなしの状況すら糧にするとか生物って強すぎるね。その後20数億年前には大気中の酸素がオゾンを生成し、生物が陸上に上がる環境が整えられたんだ。さらに21億年前にはミトコンドリアや葉緑体などに相当する真核生物が出現し、
20億年前頃に最古かつ最大の小惑星衝突が発生すると、ようやく最初の陸地である超大陸であるヌーナ大陸が形成されたぜ。これが長い時間をかけて再編成を繰り返し、約10億年前には世界のほぼ全ての陸地が集まってできた超大陸であるロディニアが誕生したんだ。ここにはまだ植物も見慣れた生物も存在していなかったが、それでも確かに地球の歴史は大きく一歩前進していたぜ。ここでやっと大陸形成か。改めて聞くと地球って生命お断りの期間めちゃくちゃ長かったのね。今の姿が嘘のように思えるよな。この後8億年ほど前になると地球は大規模な氷河期へと突入していき、2度の全球凍結を経て6億年前に酸素濃度が現代の水準に近づくんだ。それから5億4200万年前頃にはカンブリア大爆発と呼ばれる生物の誕生と多様化のラッシュが始まり、殻を身につけた生物などが登場し始めたことで、いよいよ地球は生命の溢れる星になっていくぜ。うおおおってなんか随分あっさりしてたところあったな。気づいたか。実は今紹介した中に含まれていた約18億年前から8億年前にかけての10億年間こそが、突筆すべきことのない地球史における空白期間だとされている時期だぜ。ついに来たわね謎時間。20億年前あたりから急に密度すっかすかになってたもんね。一応今言ったような大陸の再編成や、この時期の数億年の間に多細胞生物が出現した可能性が高い、などといったふんわりした情報はあるんだぜ。だがここまでの断続的に突筆すべき変化や進化が発生していた地球の状態と比べると、この10億年間は異様に変化の乏しい静かな時代となっているんだ。突然ダラダラしたくなったのかな？霊夢じゃあるまいし。というか仮に地球がだらけたいと思ったって、すでに根付いた生命は日々の活動を止めることはないし、その活動は必然的に地球の環境を変えてしまうはずだからな。突然10億年間だけ変化や進化が止まるなんてことはありえないんだよ。ぐぬぬ、なら多少の痕跡は残されてそうなもんじゃない？何か出てきてないの？それがびっくりするほど存在しないから謎だったんだよな。そもそも地球の進化の営みは地殻変動で生まれた山々が雨風に侵食され、それらが生物の始まりであり、住処である海に流れ栄養源となることで進んできたんだ。ところが古代の造山運動の指標は、この空白時期だけパタリと消えてしまっているんだよ。栄養のもと消え去ってない？さらに該当年代に存在した岩石からは生物の栄養源であるリンが激減しており、海洋の岩石からもモリブデントウランが姿を消していることが判明したんだよ。加えて侵食と密接に関連しているストロンチウムの組成が大きく変化しており、侵食やそれに伴う栄養源の流出が極端に減少していたことも伺えるぜ。何？つまりどういうこと？つまりこれらの情報を総括すると、空白の10億年間には起こるべきはずの地殻変動や、進化のための営みがほとんど行われていなかったことが推測できるわけだな。この極めて不可解な空白期間は人々の間で退屈な10億年と呼ばれるようになり、地球史を知る上で解明が不可欠な存在として認知されるようになったぜ。いや怖い怖い、ありえないはずなのに変化が完全停止してるって。長らくこの退屈な10億年間は多くの研究者の頭を悩ませ、地球史の解明を足止めしてきたんだ。ところが研究者らのたゆまぬ努力により、近年この空白期間のベールが剥がされつつあるんだよ。というわけでここからは、近年の研究で浮かび上がった空白の10億年間が生まれた原因やその実態について紹介していくぜ。うおおお、研究者さんの英知の結晶をむさぼり聞くわよ。2、空白の10億年間に何があったのか。それじゃあここからは空白の10億年間に何があったのかを紹介していくぜ。まず空白の10億年間を紐解くにあたって、絶対に欠かせない重要なものが存在しているんだ。それがジルコンと呼ばれる鉱物だぜ。何これめちゃくちゃ綺麗。ああ、ジルコンは古くから宝飾品にも愛用され、時代によってはダイヤモンドの代替品にもされていた存在だからな。さてそんなジルコンは地球内部でマグマが冷える時に形成される鉱物なんだが、実は非常に頑丈で滅多に壊れることがないんだよ。過去には地球誕生から間もない44億年前に形成されたものが、現代で発見されたなんて事例も報告されたぜ。いや強すぎるな、そりゃダイヤモンドと肩並べるわ。この性質は地質学の研究においては極めて貴重なものなんだ。なんせ古代のジルコンには、当時の地球の様子が成分などによって事細かに記録されているわけだからな。いわば古代の地球の状況を記録する小さなタイムカプセルのような存在なんだよ。ふおー、ちっちゃい体に無数のロマンが詰まってるよ。これに目をつけた現代の研究者らは、ジルコンに含まれるレアアースの量を調べることで、古代の大陸地殻の厚みを推定する方法を編み出し、実用することに成功したんだ。
その結果空白の10億年の間に、地球の地殻はどんどん薄くなっていたという驚きの事実が明らかとなったぜ。進化どころか退化してない？確かに成長途中にある惑星の地殻の状態としては非常に奇妙なんだが、仮に薄くなっていたのが事実だとすると、事前に知られていた以上も納得がいくんだよな。地殻そのものが薄くなれば生まれる山々は小さく少なくなり、造山運動の痕跡が乏しくなるのも無理はないし、その分侵食される部分が少なくなれば栄養源の供給が減り、当時の岩石類に成分が残らなくなるのも当然だぜ。確かにそうだけど、だとしてもよ、何が起きたら地殻が薄くなるわけ？詳しい過程はまだよくわかっていないが、現段階ではプレート運動の減速が一因となっているのではないかと考えられているぜ。地球の表面は常に少しずつ動いているプレートと呼ばれる何枚かの硬い岩盤で構成されてるんだが、このプレート同士がぶつかることで隆起による山脈形成などの地殻変動が発生するんだ。地震とかもこの動きで起きるものだよね。ああ、そしてこの動きが減速したことで連続的な隆起がなくなってしまい、新たな山々が生まれるまでに時間がかかり、その間元あった山々が侵食を受けてすり減っていったことで、地殻が厚みのない平らな状態になってしまったのではないかと推測されているぜ。なるほどね。地殻変動で厚みが生まれるより侵食によって鳴らされる方が早かったわけか。ただプレート運動というのは、地球内部で常に滞留しているマントルの上に、プレートが乗っているために起きるものであり滅多なことでは変化しないんだ。ではなぜ空白の10億年間だけプレート運動が減速してしまったのか、その理由は地球表面付近の熱分布が変化したことにあると考えられているぜ。熱分布？気温の変化とかそういう話？いや、気温よりももっと地下の話だ。先ほども紹介したように空白の10億年間が訪れる前後には、地球上に超大陸が形成されていたんだが、特に後年にできたロジニア大陸は、巨大であった上に5億年というかなり長い時間存続し続けていてな。ここから研究者らはロジニア大陸が長期間にわたって、一枚の毛布のように地球を広く覆ったことで、その下に地中の熱を閉じ込めていたのではないかと推測してるんだよ。地球が大陸のお布団かけられてたってこと？まあそういうことだな。大きな分厚い掛け布団をかけると中の熱が外に漏れずこもっていくように、巨大な一枚の大陸の下にも熱が溜まり、時間経過とともに高温化していった可能性が高いんだよ。すると温度に差がなく均一的に高温状態だった当時のマントルには温度差が生まれていき、最終的に高温化した大陸下の代わりに海洋地殻下の温度が下がる形になったのではないかと考えられているんだ。これが熱分布の変化ってわけね。これにより海洋プレートの下のマントルの対流は減速し、それに伴ってプレート運動の速度も低下したのではないかと推測されているぜ。ただ、実は地質学的に見ると、この時期に起きたプレート運動の減速は致命的なものではなかった可能性が高いとされてるんだよ。退屈な10億年を生み出しておいて致命的じゃないことある？というのも地質学的な記録によれば、現在存在している北米の 40% 近くは空白の10億年の間に作られたものであることが判明しているんだよ。具体的には南カリフォルニアとカナダ北東部のラブラドル半島の間に線を引いたとき、そこから南東にある陸地すべてが空白期間内に形成されているとの調査結果が出ていてな。つまり当時のプレート運動は減速こそしていたものの、すべての変化や進化を停滞させるほどのものではなかったようなんだ。じゃあなんで10億年間何も起きなかったの？その原因は超大陸下に溜まった熱にあるのではないかとされているぜ。毛布と化した一枚の大陸の下に溜まり続けた熱は、そのうち大陸に存在した岩石類を溶かすほどの高温になったと推測されるんだ。じゃあここでクイズだ霊夢。地殻変動によって生まれた高さのある山々を支えていた岩石類が高温で溶けてしまったら山はどうなると思う？はいはいはい、支えがなくなるから崩れると思います。大正解、さすがだな。つまり古代の地球では多少の地殻変動が発生し、地殻に起伏や厚みが出ていた可能性が高いものの、大陸下に溜まった熱によって溶かされた岩石類の影響で、それらはできてはすぐになだらかになることを繰り返し、最終的に地表は平らになってしまったのではないかとされているんだ。なるほどね、地殻変動が停滞したんじゃなくて、変動量が減った上にできた山々も形を保てず消えてったから、停滞したように見えてたわけか。そういうことだぜ。ちなみに空白期間をこの薄くなった地殻と過剰な熱の組み合わせで説明した場合、超大陸ロジニアの形成時に大陸の衝突によって生まれたとされる、珍しい岩石についてもうまく説明がつくんだ。
この岩石は深さの割に高い温度で形成されたものであるとして、長らく形成過程が疑問視されていたんだが、当時の薄く高温だった大陸近くで形成されたと仮定すれば、何の矛盾もなく説明することが可能だぜ。他の謎にも説明がつけられるとか、信憑性も文句なしだね。とまあここまで紹介したプレート運動の原則や大陸近くの高温化、それに伴い地殻が薄くなるなどといった、一連の出来事が近年の研究で解明された空白期間に起きていた事柄であり、空白期間が生まれた原因だぜ。それじゃあここからは少しのまとめや余談を話して締めに入っていくぜ。3、まとめ。最後にまとめを紹介していくぜ。長らく何も起きない退屈な空白期間だと思われていた10億年間だったが、近年の研究で様々な事象が起きていたことが明らかとなったんだ。もちろんこれらはまだ詳細もわからず、事実として断定することはできない仮説止まりの話ではあるが、あらゆる分野で出ている結果との整合性などから一番有力な説であるとされているぜ。蓋を開けてみたら全然退屈じゃなかったわね。ああ、現代から結果だけを見ると退屈に見える10億年間だが、よくよく紐解いてみたらあらゆる事象がうまく絡まって、退屈そうな痕跡を残していただけで、実際は様々なことが起きていたようだからな。確かに前後の時代とは異なる流れをしてはいたが、むしろこの時代は地球史の中でも珍しく退屈とは程遠い面白い時代だったと言えるぜ。空白期間じゃなくて異質な面白期間だよ。それに形として結果が残らなかっただけで、この10億年の期間も現在ある地球を構築していく上で欠かせない重要な時間だったことに違いないぜ。地球はきっとこの期間以外にも、現代から見える結果だけではわからないたくさんの意味ある変化を遂げ、今日の姿へと育っていったんだろうな。世の中やっぱ結果が全てじゃないんだよな。また近年の研究で空白の10億年間の欠片を垣間見ることには成功したものの、古代の地球に関しては謎に包まれている部分が多く存在するんだ。大雑把な時間軸で見れば埋まっている進化の過程も詳細に見ていけばまだまだ穴だらけだし、わずか600万年ほど前に登場したばかりの我々人類が解明するには、地球史はあまりに長く膨大なんだよな。地球からすれば私たちなんてひよっこもひよっこだもんね。間違いないぜ。とはいえ目覚ましい進化を遂げている人類は、きっといつの日か地球史の多くを解明し、あっと驚くような事実を突き止めることができるようになるだろう。だがそれも人類の進化が一定ラインに達するまでの間、地球が生命豊かな星として存在し続けられればの話なんだ。地球温暖化が深刻化してる現代人に刺さる言葉だよ。その通り、現在の地球はひよっこ程度でしかない人類の営みの影響で深刻なダメージを負いつつあるからな。年々世界の気温は上昇し続け異常気象が増えており、人間だけでなく多くの生物がその悪影響を受け始めているんだ。つい数年前にも早ければ50年足らずで、現在人間の居住地となっている場所の多くが、暑さにより人の住めない場所になってしまうとの推測が出されたばかりだしな。想像の数百倍やばい状況じゃない。だからこそ今を生きる私たちは、こうした問題にきちんと向き合わなければならないんだ。さもなければ自分たちの営みを支え、故郷となってくれた地球の歴史すらも紐解けないまま、未来の人類は絶滅したり星を捨てるなんて未来をたどることになりかねないぜ。星に恩返しどころかあだ返しまくっておしまいとか嫌すぎる。まあ生物ではない惑星に恩返しというのも変な話かもしれないが、その歴史を垣間見、共に歩むために努力することは、ある種地球に生きる一つの生命体としてのあるべき姿のような気がするよな。果たして地球はどんな歴史を歩みここまで来たのか、少なくともその謎が解明されるその日まで、母なる地球が死の星になることのないよう、責任を持って様々な問題に向き合い、解決に向けて取り組んでいきたいものだぜ。というわけで今回は、地球の歴史に存在する空白の10億年間に何が起きていたのかを紹介したぜ。一生物が見えるものだけで地球様の歴史を退屈と称するなんて、ちょっとおこがましかった気がしてきたわ。間違いないな。実際様々な活動が行われていた可能性は高いし、現代で空白期間と呼ばれているものは大概、我々人類が痕跡を発見できていないだけなんだと思うぜ。日々当たり前のように私たちが生活している惑星にこれほどの謎とロマン、そして歴史が詰まっているのだと思うとなんとも神秘的な気分になるな。なんか地面に頬ずりしたくなってきちゃったよ。それはさすがに考え直してほしい。まずい、庭に飛び出してった。それじゃあ霊夢を止めに行くために今日の動画はここら辺で締めさせてもらうぜ。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画が面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくねー。地球最高ー。